いいもんがあるじゃねえか。あのカラフルなのはキノコ？よし。ずいぶん大きいわね。よし、行くぞ。あなたの体、変わってるのね。なんだこれ。綺麗だな。おい、不用意に近づくんじゃねえよ。危険なものだったらどうすんだ。ヒスタリアに吸い込まれたのよ。ヒスタリア？ええ、この割れ目はほつれた記憶が生んだもの。このメモリアは思い出の世界でも、だからどうしても歪みができて、このメモリアとは別のヒスタリアと呼ばれる空間が生成されてし…じゃあウソップはそのヒスタリアってとこに…ええ。おい、リム、ウソップは無事なのか？多分。でも、記憶のほつれに飲み込まれて戻ってきた人は誰もいないわ。行くぞ、みんな！ウソップを取り戻しに！ここがヒスタリアか？さっきいた場所と同じように見えるけど。どこだ、ウソップ！残念だけど、あなたたちは行けなかったみたいね。リムちゃん？君も来たのか？いいえ、私は記憶のほつれに触れていないもの。つまり…行けなかったって、どうして？どうやらヒスタリアに行けるのは選ばれたものだけ。それってみんな、チョッパーとゾロがいないわ。リム、俺たちはどうやったら向こうに行けるんだ。記憶のほつれを通ってヒスタリアに行けたのは彼らのみ。救出は二人に任せるしかないみたい。俺たちは信じて待つしかねえってことか。くそ、無事でいろよ、ウソップ！ここがヒスタリアか。他のみんなはどうしたんだ？俺たちとは違う場所に現れたのか、こっちに来られなかったのか。どうする？じっとしてる理由はねえだろ。行くぞ。おい、どこに行くんだよ、ゾロ。どこって、ウソップを探すに決まってんだろ。それはそうだけど、一人で行こうとするなよ。お前だけだと迷子になるだろ。
あ？迷子になるわけねえだろ。どの口が言ってんだ。お前を探すのはウソップを探すより大変なんだからな。おいおい、チョッパー。なんだ、どうかしたのか。向こうで何か戦ってる。え？あ、この匂い、ウソップだ。きっと行くぞ。妙にガランとしてやがる。なんだこいつ、頭の上に妙なもんつけてんな。お前、怪我してるじゃねえか。どうしたんだ。草の化け物にやられたんだ。草の化け物。母ちゃんの病気を治すために薬草を取りに来たら襲ってきて。じっとしてろ、今手当てしてやる。それより長花の兄ちゃんを助けて。僕を守るために向こうで戦ってくれてる。長花のお兄ちゃん、ウソップだ。行くぞ。大した怪我じゃなくてよかった。応急処置はしたからな。俺たちが戻ってくるまでじっとしてるんだぞ。ウソップ、今行くぞ。いた、ウソップだ。ウソップ。ん？チョッパー！ゾラー！俺はもう二度と会えないかと。話は後だ。その化け物を切り倒すぞ。俺はもうあの頃の俺じゃねえ。アームポイント確定。ロゼオン！悪いが、加減するつもりはねえ。竜巻！俺は逃げねえ。戦うって決めたんだ。来いよ。切られる覚悟があるならな。竜巻！あいつ、なんかして。俺は戦士だ。みっともない姿は見せねえ。使え。悪い、助かった。俺に任せろ。
待ってろ。アームポイント確定。ロゼオー。修行にはちょうどいいな。竜巻悪くねえ戦い。ウソップ無事でよかった。な、当たり前だ。俺、それよりここは一体何なんだ。ヒステリーだ。ヒスタリアだよ。そう、それだ。チョッパ、説明してくれ。その記憶のほつれをほどく鍵を見つければここから出られるんだな。うん、リムはそう言ってた。鍵か、しらみつぶしに探すしかねえか。そういや、さっきやった坊主、頭の上に妙なもん乗っけてたの。ん？そういや、あの光ってたやつ、記憶のほつれにそっくりだ。あの坊主が鍵だってのか？それは分からねえが、何か知ってるかもしれねえ。あいつのところに戻ってみよう。無事だったか、坊主。あ、お兄ちゃん。当たり前だろ。俺は偉大なる海のところで。お前、その頭の上にあるのって。え、何のこと？その浮かんでる輪のことだ。あ？分かってないみてえだな。どうしよう、これじゃ何も分からねえぞ。そうだ、俺、薬草を探さないと。早く母ちゃんの病気を治してあげなきゃ。頭の上の記憶のほつれにそっくりな光の輪、ヒスタリアから脱出する鍵か、鍵につながるヒントに違いねえ。どうしたの、お兄ちゃん。あ、いや、なんでもねえ。それより薬草探し、俺たちも手伝ってやるよ。また化け物に襲われるかもしれねえからな。本当？ありがとう。聞いた話によると、薬草はこの辺りにあるはずなんだけど。手当たり次第に探すしかないな。近くまで行けば俺の鼻で嗅ぎ分けられるかもしれねえ。そりゃ頼りになるぜ。さすがだな、チョッパ。褒められても嬉しくねえぞ、この野郎。それじゃ行くぞ、お前ら。あ、うん。なあ、みんな。どうした、チョッパ。もしかして、もう薬草を見つけたのか。あ、いや、そうじゃなくて、さっきの戦いで不思議な感じがした。確かに、妙な力の流れを感じたな。言われてみれば。まあ、今は薬草探しに集中しようぜ。そうだな。
これがやっでかした、チョッパー。ボズ、薬草を見つけたぞ。ありがとう。これで母ちゃんの病気が治せる。これで記憶のほつれも解消できるな。ああ、力も取り戻せる。離せこのガキ、その薬草をよこしやがれ。やめろ。これは母ちゃんの病気を治すのに必要なんだ。こっちは大金のためにその草ずっと探してたんだよ。なんだあいつ。武装してやがれ。仇じゃねえな。おい、おっさん、そいつの手を離せよ。ああ、なんだてめえらは。引っ込んでろ。おい、お前ら、やる気みてえだな。ボズ、刃こぼれすら己の恥だ。竜巻！まだだ。うぅ、俺を狙ってるのか。必殺俺に任せろ。行くぞ。アームポイント黒点ロゼオン。まだだ。肩慣らしといくか。竜巻！まだだ。医者を呼んでくれ。アームポイント黒点ロゼオン。一発で決めてやる。ねえなら切るまでだ。切る。なか。あれ、あいつどこ行ったんだ。助けてー。うるせえ。おとなしくついてこい。あいつら、坊主ごと薬草を持ってきやがった。おうぞ、あいつを助けねえと。目を離した隙にさらわれちまうとは。大丈夫かな、あいつ。とにかく後を追うぞ。もう追いついてきやがったのか。諦めて暴走を返せ。こいつがこの薬草を渡せば返してやるよ。いやだ、母ちゃんの病気を治すためには。ふっなら交渉決裂だな。待て、そいつに手を出すんじゃねえ。心配すんな、ウソップ。あいつは一人だ。何かする前に俺が切る。一人だ。スナッファッファ、果たしてそうかな。俺にはな、心強い用心棒の先生がついてんだよ。あ、用心棒の先生。なんかこのパターンさっきも。
スナッファファ、てめえら覚悟するんだな。あの笑い方、それにこの展開、いいから構えろ。食われても知らねえぞ。では先生、やっちまってください。一体どうしまったんだ。なんだか力が湧いてきやがる。俺もだ、ウソップ。理由はわからねえが、確かに力が溢れてくるな。あのトカゲには悪いが、少し試させてもらうか。そうだな。あう。俺の方はいつでもいいぞ。一刀流、よい。シッソンソン。行くぞ。俺についてこい。行くぞ、ゾロチョッパー。ゾロ黒天ウソップ。やれ。おーパリだ。準備はできてるぞ。行くぞ、ゾロチョッパー。トラ黒天ウソップ。よし、行くか。やらせねえ。すぐ行く。邪魔だ。相手が強そうだからって逃げ出すわけにはいかねえ。すぐ行くぞ。ウソップ。俺だって強くなったんだ。こんな奴に負けねえぞ。トゥー、アームポイント。きっちり型をつけるとするか。再生、見せてやる。必殺火薬星。アームポイント確定。ロゼオ。やったー、倒した。もすごー。そんな、サンドラ・オオトカゲの先生が。おい、スナファ、まだやるか。うん、許してください。ボス、大丈夫か。うん、ありがとう、お兄ちゃんたち。母ちゃん、大事にしてやれよ。うん、じゃあ、俺行くよ。本当にありがとう、お兄ちゃんたち。ねえ。ウソップ、ゾロ、チョッパー。無事に記憶のほつれを解消できたみたいね。ああ、バッチリだ。ところで、向こうでトカゲと戦ってる時に妙な感覚があったが。俺もそれ感じたぞ。ああ、俺もだ。リム、なんだかわかるか。多分だけど、
あなたたちの中にあったつながり?記憶とともにそういったものも奪われることがあるみたい。私にはよくわからないけれど。つながりね。よくわかんねえ、リム、記憶のほつれはまだあるのかしら。ええ、きっと。それなら見つけ次第解消していくのが良さそうね。次は絶対に俺が行く。ウソップたちだけほつれの中で冒険してずるいぞ。そういう理由かよ。いいもんがあるじゃねえか。あんなところであいつ何してんだ？
もんがあるじゃねえか。こいつらは山賊。しっしっし、暴れるぞ。トナカイ、ちょっ。ここが正念場だ。サンダーボルト、テンポ。まずいぞ。やるじゃねえか。くれるんじゃねえぞ。刃こぼれすら己の恥だ。三刀流奥義、三千世界。だだ、まずい。みんなは俺が助けるんだ。ポイント黒点ロゼオン。まだだ。次はこいつだ。ゴムゴムのブレッド。あんたたちお金持ってるの？任せて。お前ら遅れるんじゃねえぞ。竜巻。まだだ。さあ喧嘩だ。ゴムゴムのガトリング。初めてだわ。大丈夫かリム、この辺で一回休んでくか。ううん、平気。場所にいるな。構わねえ、倒して通るぞ。危険な天候にご注意ください。
いつでもいいぞ。竜巻！みんなで力を合わせるんだ。サンダーボルト、テンポ！まだだ！俺の仲間に手出すな！あそこ、ああ、ここにも山賊がいるのね。お前ら遅れるんじゃねえぞ。俺の方はいつでもいいぞ。サンダーボルト、テンポ！まだだ！くそ！動け！竜巻！終わりだ。何
んだここ。俺に任せろ。よし。ちょっとワクワクしてきたぞ。準備はできてるぞ。アームポイント。まだだ。いつでもいいぞ。竜巻。まだだ。行くぞ。ゴムゴムのバズーカ。まだだ。シッシッシ。まだ。まだ。覚悟しなさい。サンダーボルト。腹減った飯。食いしん坊ね。待ってろ、すぐに作ってやる。レインベースまでもう少しね。もうすぐビビに会えるな。でも俺たちの姿を見てビビ驚かないかな。そうだな、みんなこの2年でいろいろ成長したからな。それなら心配はないわ。メモリアの人たちの目にはあの頃の姿に見えるはずよ。人で亡くなってるなんて。俺は元からトナカイだ。どうしたアナミ。今竜巻が砂漠の南の方に抜けていったわ。砂漠だし竜巻の一つもあるだろう。今は竜巻が起こるような気象状態じゃないのよ。クロコダイルの技ね。南にある反乱軍の本拠地ユーバが目標よ。ユーバってビビちゃんと言った町か。クロコダイルは反乱軍を追い込む目的で。だからオアシスだったユバがあんな風に砂に埋もれていたのね。ひでえことしやがる。大丈夫だ、おっさんは砂になんか負けねえ。ユバ、そこに知り合いがいるの？これから会いに行くビビの知り合いよ。砂に埋もれたオアシスをずっと掘り続けている人なの。ビビはその人を、その人と同じようにクロコダイルに苦しめられている人々を必死で救おうとしているの。ビビちゃんは何でも一人で背負い込もうとしちまうからな。放っておくとワニの野郎に殺されちまう。だがそんなこと俺がさせねえ。そうね、たとえここが作られた世界だろうと私たちはビビに力を貸すわ。ああ、ビビは仲間だからな。でもビビは無茶をするから
早く合流しねえと。そうだな、仲間。よし、宴だ。レディーにはこの特別な一皿だ。さてと、行くか。